永禄七年、その戦国の世に人があり、闇があり、手を取り合う人と闇があった。我ら乱世を憂う者、人呼んで世直し兄弟。私は本物の傍らになりたいのです。俺は人間が好きなのだ。誰にも負けない強さを得る。お、旅楽しいっすね。人外の総称、そばにあるもの、それが傍ら。なぜお前は傍らの身になることにこだわる。この力があの頃にあったら、人間ども闇の深さを思い知れ。精霊伝言、人間のくせに傍らを狩る断崖衆は私にとっては害獣に等しい存在。次の仕事だ、大和人家の討伐を命ず。人家なんなんだてめえらは。人と傍らは良き友になれる。見事皆守ってみせよ。しょうがないですね。何やっとるんだお前は。すまん。